してください。怪異映像ゴジラ、災害レベルを1段階引き上げます。災害レベル5に設定。カデミウム弾使用制限解除。熱性エネルギーの上昇を一定時間止める効果があります。総員対応する攻撃フェーズへ移行してください。目標捕捉。全ての責任はこの私が取ります。スーパー X2 出撃。ゴジラによる緊急停止シーケンスが妨げられました。スーパー X2 30秒後に到達します。第4部隊攻撃を開始してください。このように構えています。スーパー X2 到着しました。ゴジラ大破。ゴジラはなおも健在。スーパー X2 機能低下。戦況芳しくありません。スーパー X2
の怪獣はデストロイヤです。なんてまがまがしい姿。ゴジラを葬り、我々人類をも。ゴジラに異変。
何があったの？ゴジラの体内温度が急激に上昇しています。おそらく短期間での G エナジーの過剰摂取により体組織が不安定化したものと推測されます。このまま上昇を続けると G エナジー爆発は免れません。この爆発は大気圏まで影響を及ぼし地球規模の大災害を引き起こします。また爆発の際にゴジラより放出される高濃度の G エナジーは世界中に撒き散らされ計り知れないほどの影響を人体や自然界に与えると思われます。何としても爆発だけは阻止しなければならないということね。でもどうすれば？冷却するというのは？冷却？はい、Gフォースの有する全冷凍兵器によって凍結させるのです。一時的にでもゴジラの体温を下げることができれば反応を抑えられるということ？確かに理にはかなっておりますが、市長さんは？少なくとも試す価値はあると思います。問題は今までの戦闘で主要な兵器は破損し本来のパフォーマンスを発揮できるか未知数であること。またゴジラを凍結させられたとしてもその後どうするか。少々の無理は承知の上です。今は爆発を止めることに専念しましょう。災害レベル最大を閣議決定します。もはや全人類の危機。わかりました。 G フォース全部隊へ通達。今できる最善の手は打った。あとは運を天に任せるのみ。冷凍兵器使用制限解除。ゴジラを冷却し熱性エネルギーを減少させます。まさかゴジラがもう一体？
沈黙しました。